どうも、太郎と申します。僕はですね、太郎キャンプっていうブログとか YouTube とか、あとは Instagram でもキャンプの情報発信をしてまして、今回はこのフィアハンドランタンっていうキャンプで使えるおしゃれなオイルランタンを紹介します。これはドイツ製のランタンで、キャンプ好きの人なら名前くらいは聞いたことがあるんじゃないかなっていう有名で人気が高いアイテムになっています。まずこのフィアハンドランタンが人気の理由からご紹介すると、まずは何といってもこのおしゃれなデザインですね。もう見てもらったら分かる通り、デザインが本当に素晴らしいです。可愛さもあるし、かっこよさもあるし、とにかくこの美しい見た目が何より人気の理由です。それとデザイン的にいいところが、まずこの下の部分が平らになっているので、テーブルとかにそのまま置いても使えるし、こうやってハンドルもついているので、ランタンハンガーとかに吊るして使うこともできます。そしてこのフィアハンドランタンの何よりおすすめのポイントは、これがあるだけでキャンプの雰囲気がぐっと高まっておしゃれになります。このランタンに火を灯すとですね、すごく落ち着いた温かみのある光を灯してくれるので、本当に雰囲気が出るし、このゆらゆらした炎を眺めてるだけですごく心が落ち着きます。一応注意点としては、そこまで明るいわけではないので、照明用のランタンというよりはあくまで雰囲気作りのためのランタンという意味合いが強いです。あとこのフィアハンドランタンのさらにいいところは、これだけおしゃれで雰囲気があるランタンなので、ちょっとキャンプはしないかなっていう人でも自宅のインテリアにしてもおしゃれだし、部屋を暗くしてこのランタンをつけてお酒を飲んだりとか、あとは映画を見たりしても優雅な時間を楽しめます。キャンプ道具はですね、こうやって自宅でも楽しめるっていうのが素晴らしいところですね。あとは使い方に関しても、やり方さえ分かればキャンプ初心者でも簡単に使えます。まずは燃料となる灯油か、もしくはパラフィンオイルっていうのを注いで、そのまま少し放置して中の芯にオイルを染み込ませます。そうしたらこのレバーをガチャッと下げることで、ガラスのホヤの部分が上に上がります。次にこっちのレバーを回して芯を少しだけ出して、この芯にライターとかで火をつけるだけで簡単にランタンがつきます。使い方はたったこれだけです。点灯後はこのレバーを回せば明るさの調節もできるようになっています。反対に消すときは芯を短くしてふっと息を吹きかけるだけなので、これも簡単です。今見てもらったらなんかちょっと面倒くさそうと思ったかもしれないんですけど、実際にやってみると本当に簡単なのでご安心ください。ちなみにこうやって火がついてる最中はですね、この上の部分が熱くなっていて、ここを触ると火傷しちゃうので、そこは注意です。火がついてるときはこのハンドル部分を持てば大丈夫です。はい、ということでフィアハンドランタンのご紹介でした。本当におしゃれなランタンなので、キャンプをする人はもちろん、しない人にも自宅でも楽しめておすすめのアイテムになっています。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。